刈谷市立昭光源小学校は愛知県刈谷市原崎町に所在する公立小学校である。昭光源とは旧小山村、旧高津波村、旧重原村から一文字ずつ取った合成名称である。学校の南500メートルには神明社や五霊神社がある。学校の南東700メートルには上京山がある。三地区それぞれの歴史は古いが、学校の周囲には 文化遺産や史跡が少ない。学区には、刈谷市の中心駅である JR 東海道本線、名鉄三河線刈谷駅や、伝送本社、愛信本社などの豊田系企業群を抱える。近年には学区に、高層マンションや商業施設が増加し、田畑などの農地が減少している。刈谷市の工業都市化の影響を受けて、1950年頃から、児童数が増加。 1968年には、刈谷市立住吉小学校が、1971年には刈谷市立刈金小学校が、1980年には刈谷市立日高小学校の3校が、本小学校から分離独立している。刈谷市立刈谷東中学校の学区に含まれている。 2011年12月から愛知県が所有する施設へのネーミングライツの導入が積極的に進められる中で2012年11月には各分が小高原小学校東側の小高原歩道橋のパートナーとなり契約期間3年間で各分歩道橋という愛称が付けられた。ありがとうございます。